いつものことですから、じきに治ります。大したものでなければ大丈夫ですから、安心してください。昨日届いた本は図書館へ持っていかなくちゃいけないんです。そういうわけにはいきませんよ。絵本は私の生きがいですから。それは私の仕事ですし、高弘さんにお手間を取らせるなんて。ありがとうございます。高弘さんは特別ですから、私が出そうとしなくても勝手に出てしまうのですよ。何でしょう。ダメですよ。喧嘩なんてしてはいけません。それは開けてみてください。これで二人が喧嘩する理由なんてなくなりましたね。そんな、大丈夫ですよ、高弘さん。大丈夫ですよ。それより、せっかく本が届いたのですから、書室まで運ばないと。これは私の仕事ですし。
争い事は心から夢を奪いますから、できればない方がいいです。地上から争い事が決してなくならないとしても、それでもなるべくならない方がいいですよ。私が頭が悪いことなんて高弘さんは初めから知っているじゃないですか。さあ、私はもう大丈夫ですから、高弘さんはお仕事に戻ってください。そんな人のことをバカバカ言わないでくださいよ。悲しくなってしまいます。大丈夫ですので、仕事に戻りますね。大丈夫ですよ、ほら。はい。はい。高弘さんの手が温かかったもので。では仕事に戻ります。
危険ですってば。掃除ですよ、普通に。少なくともリニアは掃除をしているつもりなのです。抱き合っていたわけじゃないですよ。運ぼうとしていたのですよ。とても重くて。いた。そうなんですが、リニアは出来損ないなので戦闘モードは歯止めが効かないじゃないですか。前もそれで高広さんに怪我を負わしてしまったので、なるべく使わないように。そういうことになりますね。でも危ないですし。はい、わかりました。はい。危ないですから、高広さんは下がっていてください。リニア、何をしでかすか分かりませんから。それでは。はい。曲がりませんが、なんか曲がってますよね。リニアの手、逆に折れてますかね。やっぱり。痛くはないですよ。戦闘モードの時は痛みは一切感じないので。痛いです痛いです痛いですすごく痛いです。手が痛い、すごく痛いです。はい、痛いです。リニア、手が折れちゃったみたいに痛いです。リニアの手壊れちゃって、リニア役立たずです。タンスすら運べないなんて、役立たずです。ごめんなさい、もう壊れないように頑張りますから。頑張ります、頑張ります。でも壊れた手が治らなかったら
リニアもういらない子ですよね。このままだとリニアなんかいらない子ですよね。もし治らなかったらリニア…迷惑をかけるならば送り返されても仕方がないと思っていました。ずっとそう思っていました。でも今はそれがわがままだと分かっていても、それでもここから離れたくありません。高博さんやこの島の皆さんと離れたくないんです。リニアもう壊れませんから、治ってほしい。もうリニア壊れませんから。ごめんなさい、何もできないのにわがままばかり言って。なんでお前は無茶をさせるかな。別に関節のネジが取れて外れただけで壊れたわけじゃねえから、ネジ締めればいいんだがよ。この嬢ちゃんの体はいろいろとガタが来てるんだ。あんまり無茶させるなよ。仕方ねえだろ。この嬢ちゃんは年代物なんだ。人間だって年取ればよ、あのタンスで体壊すだろ。見た目は可愛い嬢ちゃんだが、年齢的には老人とかと変わらねえんだよ。大切に扱ってやれよ。言ってんじゃねえよ。まあいいや、嬢ちゃんを部屋まで連れてってやれ。嬢ちゃん泣き疲れてそのまま寝ちまったんだよ。手が痛かっただけじゃないんだろうな。ずっと泣いてたよ。涙の跡がくっきり残るぐらいに。バカ、寝てるのに。お前てめえが嬢ちゃんを泣かしたんだろうが、あんまり嬢ちゃんを悲しませるようなことするな。嬢ちゃん修理する前にずっと「もう壊れないようにしますから」って泣いて頼んでたぞ。壊れないように、おめえに迷惑かけないようにってな。けなげじゃねえかよ。自分をここに残してくれたのはお前だと思っている。だから迷惑だけはかけたくないんだとよ。アホか、それだけ一生懸命なんだよ。壊れないようにしよったってそうにはならない。